英雄は乱世より生まれ、新たな時代を切り開く。五冠末期、黄巾の乱を皮切りに、世は戦乱に包まれた。これを機に、あまたの英雄たちが立ち上がる。曹操、あざ名を孟徳、彼もまたその一人である。曹操は黄巾の乱鎮圧に貢献し、その名は広く天下に知れ渡った。それから5年、今曹操を都へと呼び出す者がいた。世の乱れに乗じて上洛し、帝の身柄を得た逆臣董卓である。一方、時を同じくして曹操に皇帝からの密書が届く。逆臣董卓を討つべし。暴虐なる董卓と悲痛の皇帝、2つの視線が曹操へと注がれる。曹操は孤高と頼む夏侯惇、夏侯淵らを連れ、洛陽へと向かった。乱世の先を築くのはこの曹孟徳よ。差し金かは知らんが、わしを切れるとでも思うたか。力なき者があがくな。この乱世、力持つ者こそが勝者たりうるのじゃ。くっ、力か。董卓よ、ならばわしはいずれその力をもって貴様を討つとしよう。大丈夫かね。死ぬことはあるまい。あれでしぶとい男だ、孟徳は。あっ、いや、ダメだったみてえだな。無理をするからだ。今は逃げる。力を上げ、我が時を得るまでは。このまま洛陽を脱する。夏侯惇、夏侯淵、わしらにかけよう。よし、今はこの男に黙ってはいない。逃げ延びることを最優先とせよ。董卓様に逆らうは帝に逆らうも同じ。ここは決して通さんぞ。
取らされたか。やむを得まい。遠回りだが、こちらを突破する。だが波動の前に。攻撃もここでおしまいだ。おとなしく切られるがいい。ここで崩れるわけには。よーし、このもん締めちまう。少しは時間稼ぎになりそうだ。くだらん小細工、この程度の扉打ち抜いてやる。情けないところで見られたか。だが助かったぞ、モトク。お見事、見てるこっちも奮い立ちますぜ。
負けじゃねえ。いいか、最後まで諦めるんじゃねえぞ。俺がここで崩れるわけにはない。ならばうまく逃げられる。急げ。しくじったか。後で合流する。俺に構わず行け、モトク。アコート。心配はすまない。あやつならば自力で道を開く。急げ。私が知らせよう。相当にしつこい。
ここも閉ざされたか。他に抜け道はないんだ。さあ追い詰めたぞ。もうお前らに逃げ場などない。この俺が相手だ。はい、ただ私は姿を見られてはならない。どうか周囲の盗賊軍を一掃してくださいませ。何者か分からぬが、今はすがるほかあるまい。ここの敵を打ち払えばいいのだな。死ぬな。だが波動の前に。すいません殿、先に逃げてください。では今回は破裂ならばうまく逃げられない。急ぐぞ。東卓のそばに行こう。だが何故わしを助ける。それは後ほど。さあこちら裏門から洛陽を抜ける道へ案内いたします。見事だな猛徳。さすがは歯を行く者よ。素晴らしいご武勇です。見入ってしまいました。そろそろ答えよ。なぜわしに手を貸す。董卓に仕えているのではないのか。すべては官室を思う父への報恩のため。曹操様ならばきっと董卓を討てると。ここを逃げ延び董卓を討てと申すか。よかろう。そなたの思いわしが果たそう。私が案内できるのはここまでです。ご無事で、そしていつか董卓を。来たか神経殿の予見通り。ここを通りたくば超噴煙が相手だ。波動の前になかなかの無人よ。わしは何としても生き延びねばならん。なんと言うぞ。ここは引く。敵将討ち取ったり。そして参る。武を破るとは見事。男に二言はない。さあ行かれよ。見事だな猛徳。さすがは歯を行く者よ。なんとか逃げ切れたか。だがわしにはより多くの力が必要だ。この先董卓を討ち天下をつかむにはな。
董卓の力は曹操をはるかに上回るものであった。辛くも洛陽を脱した曹操は時を置かず次の手を打つ。曹操は古い友である名族袁紹の名を借り天下に激文を発した。今こそ官室への忠義果たす時、忠臣立つべし、董卓討つべしと。これに応じ軍友が曹操らのもとへ参集、連合軍の形を成した。忠義、野心、義憤、それぞれの胸にそれぞれの思いを秘めて。この時曹操にはもう一つ期するところがあった。何者にも屈せず進むための力を得る。董卓を倒したその先へ曹操はすでに遠大な道を描いていた。それを組んだ夏侯惇が新たな力となる二人の将を連れてくる。夏侯惇、そして学信、李典、猛将たちが古老館に吠える。旅館的中お手の者、李万世とは俺のこと。私がこの連合軍の名手袁本所である。今不定の輩から董卓が官室の身を乱している。俗心討つべし、皆この私と共に董卓を倒すのだ。袁紹、名族の名もまた力が。この中から抜け出し天下に総猛族ありと示すには。お、ピンときた。ん？俺が使えるのはあなただ。そうに違いない。しかしなぜ私など他の方々を差し置いて。なんだその者らを。お前が言ったのだろ、力がいると。とりあえず使えそうなのを見繕ってきた。あとはこの時を生かせ。それはお前にしかできん。お前たちな。これは失礼しました。私は学士、あざなお文献と申します。俺は李典、あざなは万世って言います。いろいろ怪しいって言われますが、それなりに役に立てると思いますよ。夏侯惇、実力は保証するぞ。それに少し変わり者くらいが面白かろう。まあその通りやもな。
私は今まで記録係をしておりまして、このような任大変。私がこの連合軍の名手炎本所である。我が友軍として戦うこと光栄に思うがいい。我々の目的は逆進董卓の打倒、そして洛陽に追わす帝の救出である。そのためまずは要衝古老館を突破する。抵抗する賊軍は残らず蹴散らすのだ。では奮戦せよ。よい、逆進董卓を討ち官室の意向を取り戻す。全軍進め。まずは指挥官を突破せねばな。我らは中央より進入するぞ。我々が一番の人だが突出はできん。友軍を待つ。できているか。所詮は寄せ集めの軍、やむを得まい。強いぞ俺。加工と五角神は追加の前の敵を一掃せよ。わしと利天は現実のもとに向かう。そなたの働き空中随一。ほらよ来い、我が自由で葬ってくれるわ。負けらんねえってのによ。ここはどこ？もはやここまでか。ここはどこ？ほらよ。鈍ってきた。このままでは。おお、よくやってくれた。おのれ、俺がここで崩れるわけには。つけてくれた。頼みすぎる。さあ、来やがれ。
が確保できたようだな。ですね。前線へと兵糧を送るのだ。不合の襲名、指挥官は抜かせるか。この太夫様がまとめて相手をしてやるぜ。皆奮戦せよ。我らで指挥官を抜くぞ。動きが鈍ってきた。このままでは。強いぞ俺。これからも頼りにさせてもらうぞ。制すれば矢も止まる。隷属遠家の意向、今こそ天下に示すとき。我らも五郎家へ向け進軍するぞ。来い、我が治癒で葬ってくれるわ。良いところに来た。お主の軍、我が前で存分に振るわ。わしは負けらんねえってのによ。ここは土俵。
命によりここは通さぬ。いざ超本人がお相手いたそう。なんだかな、気に入らないやつだぜ。まあ敵だし気に入る必要もないけどな。僕は土俵。あなたが来てくださる予感がしました。まあこれはリテン殿のお箱でしたね。おお、私の危機を察してきてくれたか。世話をかけるな。ほらよ、僕は土俵。僕は土俵。ほらよ、敵将撃ち取った。五郎館は堅牢の席、兵器を持って打ち破るほかあるまい。勝者を投入する。加工トンと利権は五郎館前に制圧せよ。戦ぶりだ。これ以上あんたらに進まれたら困るんだね。怒られお引き取り願おうが。現在味方が投石攻撃を受けています。五郎館前へ進軍できません。やった、強いぞ。その働き覚えておく。その首もらい受ける。いざ。どうよ。覚悟せねばならんか。おお、来てくれたか。お前の力頼みとさせてもらうぞ。強いぞ俺。いいだろ。ここで強いか。来い、我が治癒で葬ってくれるわ。悪いな、助かるぜ。
おのれ、俺がここで崩れるわけには。来てくださる予感がしました。これは美天殿のお箱でしたね。ここを狙ってくるが、狙いはいいが予測済みだ。強いぞ俺。いいか、どうされたか。ちょうどいい。我が知力試させてもらおうか。しよう。早急に敵の投石攻撃を止めるぞ。さっさと出陣せんか。
また貴様か。今日は逃がさん。死ね虫けら。おめえ。逃げろ。これはわしが引き受けた。あの呂布にも引けを取らぬか。あの者見事な武勇。ここはあの者。雑魚に用はない。命が惜しくば引っ込んでいろ。確かにお前からは嫌な予感しかしないな。まあ。だけやってみるさ。この人は果実の娘だ。約定通り董卓を家に参ったぞ。三宗様、お待ちしておりました。どうぞ私の身ごと董卓を。己が命を落とすか。お主のその志、無駄にはせぬ。おのれ、俺がここで崩れるわけには。動きが鈍ってきた。このままでは。よくやった。その働き覚えておく。なんという武勇。敵将討ち取った。クズどもめ、貴様らには灰しか残してやらんわ。董卓め、どこまでも非道の輩よ。良いところに来た。お主の分、我が前で存分に振るがいい。その働き覚えておく。
この首もらい受ける。いざ。このクズどもめが、これでわしの座を奪ったと思うな。誰がお前の座など欲しがるか。やろう、まっつぐら。くしょ、わしの手でぶちのめしてやろうと思ったのに。お前は先ほどは助けられたが、礼を言おう。で、お前は何者だ。別に何者ってほどのもんでもねえんですが、ただあいつが悪いやつで、そのせいで世の中が荒れちまってる、そう思ったんでこの戦にこっそり混ざったんでさ。こっそり混ざっただと。おい、モード君。また一人面白い男に出会えたな。猛将たちの活躍で古老館の戦いは連合軍の勝利に終わった。董卓は洛陽を捨て長安へと逃げ延びるが、そこで呂布に撃たれる。悪逆の野心は非道の裏切りでその幕を下ろした。一方で皇帝は董卓の残党の手に落ち、天下は混迷を深めていった。そのような中、遠州に立ち上る暗雲あり。かつて黄巾党として戦った者らが再び立ち上がろうとしていた。ひたむきで強靭で、しかし導く者を失い行き場をなくした力。曹操はこれに目をつける。この力が欲しい。己の軍に加え乱世切り開く先兵としたい。曹操は天意、学信、利天らに黄巾残党の制圧を命じる。古老館での戦いから2年、今曹操の夕日が始まろうとしていた。文献一番槍はお任せください。